常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらThanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。マイナンバーカードをめぐるね、誹謗中傷、流言飛語がね、止まらないんでね、今日もちょっと一発かましたいなと思うんですが、今日はね、まずね、あまりんこと、あまりあきらさんね。元経産大臣ですけども。まあ、事実陳列罪ですね。素晴らしいツイートをしてくれました。これまず読みますね。はい。国民が保険証で受診する年間受付数は約20億件あります。20億件ね。はい。で、都度手入力で、氏名の誤りや資格喪失後受診等のご入力は、厚労省によれば、年間500万件です。500万件発生しています。しかも写真がないので、保険証の使い回し事案もあります。マイナンバーカードへの入力ミスは7312件ですが、カード化し電子処理なら解消されますと。まあ140字しかないのでね、まあツイッターもっと長く書けるんですけど、まあこれしかなかったんで、まあちょっとね、解説を加えながらこれご理解いただきたいんですけど、まず、今ね、このプラスチックカードとか、まあ紙の保険証であることによってですね、全部その、まあ受け付けた時にね、そのトランザクションですよ。ね。受信した時のその手入力で全部処理してるわけ。で、その手入力によって、年間500万件のですね、まあ入力ミスが発生してます。毎年ね。はい。20億件のこの受付件数っていうのは、つまりその20億回みんな医者にかかってるってことですよ。延べね。ね。この日本国民みんなが、ね。まあ日本国民とあとまあ、保険証持ってるのはね、在留外国人の方も持ってる人いますから、まあそういう人がですね、お医者さんにかかる回数が大体20億回。で、その20億回、毎回手入力してるんです。はい。まあ、毎回というかね、月の頭かな。月の頭の確認の時に手入力って感じかな。で、その手入力によってですね、500万件もね、まあ、そのミスが発生してるわけですよ。ね。で、これが IC カードになれば、もう手入力いらないでしょ？ゼロ。ゼロ。でしょ？だって、登録されてる通りの内容がピッてやれば中入るだけだ。もう、手で何も入れることないじゃん。目で見て確認してなんとかって、入力ミスはないでしょ？で、これはゼロになるわけです。はい。で、今発生しているマイナンバーカードへの入力ミスっていうのは、これは登録ミスですよね。ね。最初の登録をミスりましたっていうのが7312件。まあ、約8000万枚も発行していてですよ。7312件しか出てない。でも発覚したってことは直せるってことですよね。ね。だから登録内容間違ってたら、それはさ、ね。今の紙の保険証だって、プラスチックカードの保険証だって、登録内容間違ってたらこれはダメなんで、これ同じ。ね。マイナンバーだろうが、ね、IC チップ入ったマイナンバーカードだろうが、今の従来の方式だろうが、登録内容の間違いっていうのは、これはまあ、発生するから、ね、一定の確率でね、まあ、これはこれで、まあ、しょうがないとして、まあ、しょうがないというかね、直したらいいとしてね、見つかったらね。で、現状はですね、現状は、紙の保険証とか、ね、それからまあ、その、プラスチックの保険証の場合はですね、写真ついてないので、これ、甘利さん言ってますよね。使い回ししてもわかんないんです。はい。でもこれ、マイナンバーになるとですね、まあ、記録残りますよね。ね。ある時、こう、なんか、埼玉で使った人が、なんか、遠く沖縄で使ったりとかすると、ん？これ変だな、みたいな感じで、こう、統計的にこう、見つかりやすくなるじゃないですか。でしょ？なので、まあ、そういう意味ではですね、これね、マイナンバーにすれば、まあ、まずですね、年間500万件の都度入力の登録ミスっていうのは、これ、解消します。はい。でもこのね、年間500万件発生している都度入力の登録ミスについて、ね、マスコミはこれがないっていう前提でしょ？なんか紙とさ、プラスチックでやってればミスがないのに、マイナンバーにしてしまったがために、7300件もミスがーとか言ってんですけど、違うんだよ。な、年間500万件ミスダダ漏れなんだよ、この手入力のミスがもう出てるわけ。ずーっと出てるわけ。これがマイナンバーに変えたらゼロになる。これがね、手入力による、要はその、20億件という受付件数の中でね、はい、手入力でね、ミスが発生していると。この部分がゼロになるということです。で、登録情報の間違い云々っていうのは、これは別に紙でもプラスチックでも登録情報の間違いあるから。ね。で、今回はまあね、大規模な移行なので、それがまあ一気に出ているってことですが、ね、出てますよ。出てますよ。それ問題なんですよ。問題なんですけど、8000万件もですね、移行措置をやっててね、うちたかだか7000件じゃないですか。かなりミス少ないし、これ発覚したってことは治るから。ね。この7312件についても今後は、ね、手入力によるミスっていうのはゼロになるはずですよね。この後ね。で、これ全部この8000万件戻しちゃったらさ、この500万件っていうね、手入力のミスが毎年発生するんだぜ。なあ。1年遅れたら500万件、2年遅れたら1000万件の入力ミスが発覚するのよ。もうめちゃくちゃじゃん。ね。で、この500万件も手入力のミスが発生してるから、もう、てんやわんやなわけですよ、現場が。大混乱なわけですよ。ね。なんで何が何だか分かんない。何が何だか分かんなくて混乱してるからそこにつけ込んで、ね、いろんな不正使用とかも出てきちゃうわけですよ。はい。まさにこの保険証の使い回し事案っていうのありますよね。これ実態把握できてないじゃん。でしょ？マイナンバーになったらかなり把握できるんじゃないですか。まあそもそも使い回しするのにも、写真ついてるんで、かなり使い回しはしにくくなりますよね。この予防的なものありますよね。それからさっき言ったように、もうその住民基本台帳と結びついてるので、ね、そもそも海外に住んでるのに保険証みたいなことはできないです。今それ結びついてないので、海外に住んでるのになぜか保険証持ってるやつとかいるんですよ。日本で働いてる外国人の家族っていう、ね、家族で日本に来てるって体なんですけど、ね、住民票持ってないのになぜか保険証持ってるみたいなケースも、まあ、やろうと思えばできるんですよ。これ、実際にあったってケース僕聞いてるから言ってますからね。はい。ゼロじゃないですよ。やろうと思えばできますよ。性善説の制度ですからね。ね。なので、まあ、写真でまずやりにくいし、住民基本台帳とね、結びつくということで、海外にいる人も物理的に取れなくなったりとかね。で、さらに言うと、まあ、それもくぐり抜けてきたやつも、統計的にですね、まあ、貸し借りとかやってたら変な使い方になるんで、まあ、バレますよね。基本的にはね。はい。まあ、貸し借りもそもそもしにくいんですけど。ということで、ね、で、なおかつ、その入力の手間も省けて、入力ミスもゼロになるんだから、いいことだらけじゃん。で、そのメリットと比較してですよ、ね、初期登録、いいですか？あえて初期登録と言いますけどね。初期登録で、8000万件の初期登録のうち、7312件間違えたからってさ、どうなの？まあ、それはデメリットですよ。ね。存在するデメリットですけど、それと比べて今言ったメリットだね。これあくまでもそのメリット、デメリットで比較するもんですから。ね、政策にはリスクありますからね。メリットとデメリットあるけど。もうこのデメリットを埋めて余りある圧倒的なメリットがあると思いません？で、さらにこれ国民の納得感も得られますよね。医療保険が不正使用されてるんじゃないかっていうね、疑惑ね、ありますからね。さらに言うと、ね、ナザレンコ・アンドリーさんとかね、ケント・ギルバートさんのこといつもね、私名前出しますけど、ああいうふうにちゃんとね、合法的な手続きをして日本のビザ取って日本に住んでる、ね、外国人の方とね、不法滞在という犯罪を犯しながらね、他人の保険証で医療費みたいな、ね、パターンとね、これがまあ今併存できるんですよね。やろうと思えばそういうことできちゃう。で、そういうのはできなくなるって言えばさ、ね、ちゃんとそのね、苦労してビザ取った日本のね、在留外国人の方も、よしよしと、ね、心証出罰だなっていうふうに、これ、国民の法的革新っていうんですけどね。まあ、こういうのも高まってですね、非常にいいことずくめなんじゃないかなと。まあ、もちろんね、初期登録のミスってのは、これはまあ、あってはいけないことだ。ね。これはまあ、直さなきゃいけない。ね。慎重にね、手続き進めなきゃいけないとは思いますが、でもね、その初期登録7000件のミスを埋めて余りある、もう、ほぼもうゼロにできるぐらいの大きなメリットがありますよね。ね。我々の保険料ね、公立医療保険料がね、ちゃんとね、適正に、まあ、使われていると、いうことをですね、担保する意味でもね、それからその、まあ、財源苦しいですから、ね、財務省さん財源苦しいんでしょ？そういうのね、医療のね、厚労省さんもね、そういう中ですね、そういう無駄な使い方がなくなるという点でもいいですよね。で、これまあ前にも言いましたけど、この不正使用っていうのは、医療機関の側の不正請求の問題もこれありますからね。はい。なんかもう、山奥のね、もう雪深い診療所、ね、雪深いところにある診療所がですね、なぜかね、冬に何千人も患者さんが訪れてたりとか、まあそういう事例もあるのかな、どっかでな。そういうこともできなくなりますよね。はい。まあそういうことをですね、まあいろいろこう、トータルに見ていくとですね、メリットの方が大きい。そしてこの甘利さんのおっしゃってる通りですね、国民が保険証で受診する件数20億件、うち500万件が手入力によるですね、まあ入力ミスで。で、毎回これね、大きな非効率を呼んでると、毎年ですよ。マイナンバーやらなかったらこれが発生し続けるというこのデメリットを報道せずにですね、たかだか初期登録の些細なミスを心証膨大に言ってですね、マイナンバーカードは返納しろみたいな、こういうテロまでですね、まあテロですよ、これある種の。テロまで煽ってる東京新聞っていうどうしようもね、新聞社あるんですよね。まあここは処理水の問題でもですね、福島に風評加害を加え続けているろくでもねえ新聞なんですけど、まあ、朝日新聞以上にね、もうなくなった方がいいかなと思ってますけれども、まあどうしようもねえなと思います。で、ちなみにですね、この甘利さんのね、このツイートに対してですね、うわーっと変なの湧いてるんですけど、みんな言ってんのはね、甘利が言うならね、これは間違ってるとかって、何言ってんだっての。甘利さんはさ、算数の話してるわけ。ね。わかります？ね。例えばですよ、プーチンやプリゴジンだってさ、三角形の内角の和は180度っつったら、その通りなんだよ。プリゴジンが180度っつってるから、これは違うなーなんてこと、ならないでしょ。何言ってんの？誰が言ってるかじゃないんですよ。中身見て。ね、中身見て。20億件中、ね、500万件毎年入力ミス。ね、とんでもないでしょ？なくなるんです、これが。素晴らしいことじゃないですか。はい、なんか反論は？って感じですよ。ね。誰が言ってるからとかさ、そんなくだらねえこと言ってる前にさ、算数の勉強してって思うんですけど、まあ相変わらずですね、左派メディア、並びにですね、左派文化人がね、前なんだ飛んでべーとか言って、まあやってるんですよね。まあほんと困ったもんだなと思います。特にですね、ラサール石井さんね、マイナンバーカード返納とか言ってですね、まあスポニチにね、返納一揆でーとか言ってまた煽ってるらしいんですけど、まあどうぞおやりくださいということで、いつも私がフォローしてるね、元産経新聞の三枝源太郎さんね、こんなことをツイートされてます。これ、三枝さんが言ってんですよ。ね、ラサール石井、マイナンバーカード返納で上がった批判に反論、ポイントももらってない、さあ返納一揆だ、銀行口座と紐付けされて初めてやばいと、これが反対派の本音ですね、と。ずるがしたいわけだ。脱税が。公金が振り込まれる口座だけですけどね、国税局はマイナ批判派ということで、書いてます。まあそうなんですよ。普通にね、納税してたりとか、ね、適法にですね、適法はかつ合法的に日本に滞在されてる、まあ外国人の方にとってみればね、別にこれ何にも問題ない話です。何が不具合なんですかって話なんですけど、まあ、この反対派の人はですね、本音そこなのと、なんかごまかそうとして、もうすでにごまかしてるのごまかせなくなんのみたいな、まあ、そんな話ですよね。さっきのその500万件のさ、入力ミスっていうのも、まあ、大混乱なわけでしょ、つまり。ね、紙処理やってるからもうえれい非効率で現場が大混乱。で、その混乱に乗じて不正が横行してるってのは今の状態なんですよ。で、その今の状態をね、何も起こってないと。ね、今もう何にもなってないんですと。ね、こんなことやるから波風立つんですみたいな言い方で報道してますけど、逆ですよね。今波風立ちまくってんだけど、マスコミが全然この問題をさ、ちゃんと報道しないから国民は知らねえんだよ。我々の知る権利がね、マスコミによって邪魔されてるわけですよ。で、ね、もうトンチンカンだ。もう全く反対のことを今ね、逆方向の報道してるわけですよ。もう混乱を収めるためにマイナンバーやるわけで。ね。で、そのマイナンバーやったらね、7000件の入力ミス。初期登録ですよ。初期登録ミスが判明しました。はい、だから何と。ね。初期登録じゃあそれ直して。ね、で、直してこれで用意ドーンで始めれば、年間500万件もの入力ミスがなくなってしまう。根絶されてしまうというね。この不都合な事実、まさに事実陳列罪になっちゃうのかなと思うんですけど、まあこういうのはね、報道されないんですよね。まあ皆さんのね、SNS の力でこの動画ぜひ拡散していただいてですね、行政の効率化ね、そして、不正使用に対するね、ストップ不正使用ということでね、もう大きな牽制級をです。まあ、牽制級どころか、抑止策ですよね。防止策であり、なおかつ、これまあ、不正使用自体をまあさせない。発覚、摘発のね、まあ、いろんなこう、証拠作りとかにも使える、まあ、素晴らしい制度なんで、マイナンバー制度ね、推し進めていただきたいなと、岸も折れずにやるべきだなと、いうふうに思います。まあ、やたら年寄りをね、不安にさせるようなね、そういう言説をまあ流しまくってるので、皆さんのおじいちゃんおばあちゃん、ね、お父さんお母さんで、こういうの苦手な人いたら、代わりに登録してあげてください。間違いがないかチェックしてあげてください。大丈夫よと。ね、俺やっとくから大丈夫か。あんなもん、マスコミ嘘言ってるからって感じでさ、ね、自分の身の回りにお年寄りに安心してもらいましょう。ね、そういう活動をぜひね、地道に続けていただきたいなというふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー！